キュートスサーチ、夜間くん2号機です。そして、はい、同じくスターダストの給湯室育ち、夜間くんの3号でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いやー、3号機さん。はい。今年もいろいろありましたね。そうですね。夜間とアイドル、今年1年間、皆さんご視聴いただき、ありがとうございました。これも一人皆様のおかげでございます。はい。はい。特にね、東京夜間ランドというね、イベントも始まったり、そうですね、今年は4回やらせていただいて、まあ非常にいろんな形でちょっと普段のアイドルイベントと違った形のイベントとなって、いろんなところで好評を得ていると夜間は信じておりますが、もう皆様からのね絶賛の声をぜひこのコメント欄にね、よかったよっていうことを書いていただけたらと思いますし、来年以降もぜひぜひやっていけるもんであればやっていきたいなと、そうですね、思っている次第でございます。はい。それから、夜間とアイドル本編では、いろんなアイドルさんのコラボ、ありましたね。そうですね。いろんな方々と協力をいただいて、ね、ちょっと夜間くん1号機がね、今、長期出張中でいない中で、2号、3号と、さらには4号、5号とね、出てきて。あ、そうそう。4号、5号も、なかなか、すごかったですね。このペースでいくと来年にはね、多分12号ぐらいまでいけるんじゃないかなと、勝手に思っているんですけれども。もう、鉄人28号に追いつけ追い越せ。そうですね。もう、目標としては、王さんのホームラン数まで行きたいなと思ってるんですけども。すごいですね。800台は目指していきたいと思っておりますが。国民の何パーセントかはもう夜間ですよね。そうですね。はい。そんな時代があるかもしれませんがね。ぜひまだ、この組み合わせで、アイドル、見てみたいよっていうリクエストとかね、はい、そうですね、していただいて、こんなことやってほしいとかね、ありましたらね、ちょっとね、夜間のブレーンたちはね、平均年齢高めでね、もうね、ちょっとね、脳が突き果ててるということなんでね、カラッカラの皆さんとね、お家を借りてみんなで作っていく夜間とアイドルにね、していきたいなと思いまして、はい、よろしくお願いいたします。そんなこんなね、年の瀬、大晦日にこの動画をね、出しているんですけれども、はい、ここで夜間からお知らせがございますと。おー。はい。昨年の9月30日からかな。毎日更新を続けてきました、夜間とアイドルですが、はい。この度、お正月休みをもらおうと思います。いただきます。すいません。お正月休み。先ほども申して通りね、平均年齢が高いんですよ、夜間のブレーンたちは。そうですね。ちょっともう、息体力の限界ということでね。聞いたことない。はい。もう金本選手も連続試合出場止まったりでもしてますから。はい。もう出していくネタが古いですからね。古いですね。昭和ですね。はい。で、まあちょっと1月の7日の日曜まで、9日からお休みをいただこうと思いまして、はい。次回の更新は1月の8日かな。はい。月曜から、はい。行きたいと思います。そしてさらに、もう一個告知としましてですね、はい。2024年からは、はい。月曜から金曜の19時更新という形にさせていただきまして、週休2日制ということで、働き方改革。そうですね。働き夜間改革ということで、遅れてきた改革。ようやく世間に追いついてきたということで、そうですね。夜間の方もゆっくりと休んで。まあ土日はね、皆さんアイドルさんの現場に行っていただいて、そうですね。そう。平日は、ぜひ動画で。動画で、いろんなアイドルちゃんを見て、この子気になったら、週末のイベントに行ってみて、実際に会ってみたりなど、来ていただけたらいいのかなと思っております。はい。そんな感じで、今年1年間、夜間とアイドル、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。来年も皆様、ぜひともよろしくお願いいたしますと。はい。いう形で、この動画はもう終わりです。はい。それでは皆さん、良いお年を。良いお年を。